12キロ、入れたのはこれで日本勝ち。すみません、今日わざわざお越しいただいてありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございます。ですね、少し前回お話しさせていただいたんですけど、はいはい、言ってたやつですよね、はい、アイドルグループをちょっと作りたくて、ブレイキングダウンの女性の枠が最近求められてないなっていう、なんかそれも踏まえて、なんか女性のこうチャンスのある場所っていうのが日本は少ないのかなと思ってて、訳ありだったり、まあなんか夢破れる箱とかが輝ける場所としてアイドルグループを作るのはどうかなと思いまして、なんかラウンジとかも普通に今めちゃめちゃ可愛い子いるじゃないですか、芸能界いてもおかしくないような子たち。でもなんか話聞いてるとなんか夢に破れたりしてるんですよ。まあ、あとは僕がこうプロデュースした女の子がたまたまその僕の YouTube の企画で偶然会って、今すごい輝いてるんですよ、ね、いろんなことお仕事もらって出てもらってね、はい、でも結構ゴロゴロいると思ってて、そういう逸材が、はい、だからそういう子たちにチャンスを与えられたら面白いんじゃないか。ただアイドルグループに対して、まあ、僕あんまりこう経験がないっていうか、そこも含めて阿部間さんに協力してもらえたら結構壮大なプロジェクトになるんじゃないかなと思って今日話しに来たんですけど、その日本だけじゃなくて韓国も含めて今すごい群雄割拠で、朝倉未来さんがやるからこそみたいな、なんかそこにこう差別化できるような賞賛とかがもしあれば、だからね、なんかその訳ありな子たちが集まったアイドルってだけでもう差別化できてると思うんですね、僕は。訳あり、はい、なんか正統派のアイドルって例えば今までなんか彼氏がいるだけでどうとか なるじゃないですか、はい、そんななんか感じじゃなくて、もっとなんていうかな、親近感が湧くというか、みんながこう感情移入できるような普通の人間である女の子たちがこうスターになっていく姿っていうのが見せれたら視聴者も乗れるし、まあ、視聴者もある種参加型なんで、なんかみんなにこの可能性があるっていう、なるほど。朝倉さんがすごいもしその本気でっていうことであれば、まあ、その音楽プロダクションや芸能のマネジメントの皆様をご紹介してみて、あの共感者を募っていくっていうのは、はい、できるかなと思います、まあ、いい返事できるか分かんないけど、とりあえず頑張ってみます。いや大丈夫です、はい、大丈夫、行けますっていうこと間違いなくいけます。影響力はあるので、僕は自信がある、自信がある、完全に。で今日は、はい、まさかの大物が協力してくれるということで、それはもう朝倉さんの知ってるぐらいの、もちろんみんな知ってるじゃないですか、すごい方ですよ、びっくりしましたね。なんかだんだんこうすごい規模になってきてるな。こんにちは。あ、こんにちは。はじめまして。あ、こんばんは。こんばんは。どうも、こんにちは。すいません。はじめまして。
よろしくお願いします。あ、ちょっと手冷たいですけど。ありがとうございます。愛です。朝倉です。はい、え、知らないですか？知ってます。超有名人ですよね。今回僕がやるプロジェクトに協力していただけるということで、はい、なんでなんですか？でなんかいつもテレビで見てるとテレビとかまあいろいろ見てるんですよ、はい、勝手に動画を。あ、本当ですか？はい、嬉しいです。結構面白いなと思いました。え、出ます本当にもうこれ誰もやらないでほしいんですけど、はい、超うわって思う。やっぱ血がうわ誰も言わないでどういうこと？撮ってて大丈夫ですか？だって昨日も旦那さんが見てました、うん、あなたの映像。え、本当ですか？嬉しい。で私もその横からこう見ながら、はい、この人どういう人なんだろうっていう余計なこと喋らないでポイントだけなんか聞かれたら喋るみたいな感じじゃないですか、はい、すげえ分析されてる。すごいいいのがなんかこう、まあ、人 の, その諦めかけた大変な人生じゃないけど、うん、なんかそういうのまた応援するみたいな、うん、そういうのも好きだし、人がなんかまたチャンスがあるっていうのを、うん、なんかいろんな人になんかすごい勇気にもなるし、もう諦める人もいっぱいいるから、うん、もうそんなの言ったらいいじゃんって感じで、私もあんまり何をするかまだそんなことしてないんですけど、なんかダンスもすごい上手だったし、歌唱力はね言うまでもないと思いますけど、そこの部分のなんか指導だったりをしていただけたら嬉しいなと思いました。いやもう私でいいんですかってマジでそれがもう心配で、ダメっていう人いないと思いますけどなんかメンタル面の部分も、はい、なんか僕にはないこの心の綺麗さというか私それいつも思いながら見てますけど、はい、この人多分すっごい本当は綺麗な心になってるんだろうなって思ってって思ってます。いやそんなことないんですよ。私なんか汚れてる多分。いやそんなことないです。これ何なんですか？太陽みたいな人だったんでね、女の子たちがそれを受けて変わるきっかけになったらいいなとか、いろんな化学反応とかありそうですね。なんとね、アイドル活動全面バックアップしてくれるという、事務所が現れたので挨拶に行きます。社長さんがね、いるということでなんか全部計画になってます。やばいっす。この中川です。お願いします。あ、よろしくお願いします。します。この度はありがとうございます。どうもお願いします。まさかね、こんな大きな事務所が、いやいやもう心強さ半端ないっす。いやいや、そんなことないです。特にアイドル文化っていうのはすごく日本の独自な文化だと思ってるので、うん、その辺をきちんと世界に伝えていくためにもやっぱちゃんとしたグループを作っていきたいなっていうのはすごくここ最近思ってたので、はいはい、今アイドルも力入れてるそういう理由があってやっぱり、もう実績出されてますもんね。どんなアイドルのイメージが作りたいなと思われてるんですか？好感度気にしなくていい、うん、かっこいい女性を見せたいですね。なるほど、はい、まあ、正直全員彼氏いてもいいかなっていう。なるほどそういうなんか正直な女性たちが同性から好かれるんじゃないかなと思ってて、うん、まあ、ブレイキングダウンもそうなんですけど、なんかただ
こうめちゃめちゃ強い格闘家同士が戦っているよりも、うん、なんかこういろんな人生のストーリーとか、まあこう人に自慢できるような人生じゃない子が多いんですけど、うん、そういうこのなんか全てをさらけ出すことによってこうすごい求心力があるなと思ってて、こうなんか過去に何かあった人たちをなんかこう応援しようみたいな、こう世間の風潮変わってきてる気がして、うん、なんかでもおっしゃってるストーリーが結構本当大事で、なんかまさしく僕らも今そのフルジーパーってアイドルを今頑張って売ってるんですけど、その人たちもデビューが2回目だったり3回目だったり4回目だったりとか、なんかそれぞれがいろんな人生抱えてて、デビュー1年ちょっとでまあアリーナツアーできたりとか、アイドルたちが好きなアイドル1位もなってたんで。へえ、まあ知らないっす。知らないっすよねいるんでちょっと会ってもらえたらなと思ってもいたので。へえ、おはようございます。あ、どうもどうも、はじめまして。はじめまして、桜井由衣です。あ、どうもどうも、朝倉です。よろしくお願いします。すごいですね、朝倉未来とアイドルなんて同じ画角に入るのが4度目で。あ、そうです。今ご活躍されてるということで。 ありがとうございます。グループとしてはデビューまだ1年半なんですけど、本人アイドル活動10周年なんですよ。へえ、よく諦めずに来ましたね、ここまで。そうですね、なんか本当に好きだった、好きなのでアイドルが、活動をお休みした期間もあったんですけど、10年の中で。でもやっぱどこかで諦めきれなかった思いが多分ずっとあって、なんか気づいたら10年経ってました。アイドル活動10周年みたいなことってあんまりこう本当は言わない方がいいってのは今までだったんですけど。もうね、なんかいい、聞こえよくないですもんね。そうですねすげえなんか年いってる感じは受けますよね。でもまあ若い、14歳からですもんね。はい、今24歳です、はい。でもそれだファンの人たちはいけない、それだそうと応援したい気持ちになってきてるっていうのがやっぱ今っぽいなってそうと思ってて。正直ってことですね。正直、はい。彼氏とかいるんですか？いないです。そこは正直正直いないですなんか僕この度ダークアイドルっていうアイドルグループを作ろうと思いまして、はい、あのラウンジとかキャバクラで働いてる女の子を集めてやろうかなと思ってます。どうですか？素敵だと思いますありがとうございますこの一言だけで OK です他に何か要素ってあります？今までの成功してるそのアイドルの子たちの。僕らやっぱり SNS の活用をすごく重点を置いてるので、うん、動画撮影とかそういうのに対してネイティブに向き合える人って結構大事かなと思ってますね。どんなに可愛くてもやっぱその自撮り苦手ですとか、なんか SNS に対してこうアクティブじゃない子ってやっぱいるんですよね。でどんな可愛くても可愛くて売れないって思ってるので、やっぱりそのソーシャルの使い方のうまさとか。なるほどね、それはすごい大事だなと思いますね。それありますね、確かに、うん、自己顕示欲が高い女性がいいってことですもんね、うん。まあ、自分のそうですね、自分のモチベちゃんと持って有名になりたいとか、そういう気持ちが強ければ強いこと、気持ちが強ければ強いと思います、はい。オーディションはもうイメージはあるんですか？オーディションは最初は終電後オーディションやろうと思ってまして、歌舞伎町に女の子が集まってくる絵自体もそういうなんか誰もやったことないことを考えてます。なるほど、すごそうですね。まあ今日ね、この後歌舞伎町歩こうかなと思ってなるほど。まあ、ぜひ社長にも一緒に来てもらって一緒に探していきましょうよ。スケジュール大丈夫ですか？勉強しに行き。You remember when we were out last week? I met this girl. Yeah. What about it? Well, she blocked me on Tinder. 社長、寒いっすね。寒いし、やばいっすね、これ。大丈夫ですか、その格好？いや、かなり寒いっすよ。季節間違えました。今日はスペシャルゲストに来てもらいました。お願いします。お願いします。よろしくお願いします。こんばんは。お願いします。はじめまして。根岸みなみです。アイドルで光だけじゃなく影も経験したものとして呼ばれたので、ちょっとお邪魔 してます。よろしくお願いします、はい。お願いします。すごい人が来てくれましたね。やっぱ分かりますか？この人はなんか花があるとか、今後売れそうだなとか、やっぱそのグループの中で、はい、まあ、言い方はあれですけど、売れてる子も売れてない子も同時に見てきたので、はい、なんかその光るものとかはちょっとはやっぱり染み付いてると思います。確かにね、はいはい。じゃあ来ますか？来ますか？行きましょう。普通に話しかけてていいんですか？マジで行きましょう。
なんかそのアイドル時代は実際にこう言えなかったんだけど、はい、今なら言えるそのダークなことしたこととかあります？彼氏が3人いたとかさでもアイドルらしからぬ生活はしてましたね。なんかイケメンが働くバーにハマって、はいはいはい、シャンパンとか入れてました。あ、イケメン好きなんですか？イケメンが好きですね。ぶっ飛んでますねやっぱだからストレス社会ですからねアイドルは。あ、制限があるからやっぱそれでちょっと発散してた部分はあったかもしれないです。まあ、すごいなんか派手な、おー、かっこよ。お店の人かな、キャストさんか。ダメ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 か、仕事中だ。仕事中だって男ばっかりっすね。やっぱね、僕女性人気がないんでね。いや、もう 10% しかいないんで僕。あ、女の子、女の子の集団いるよ。あ、本当だ。すごい、なんか女の子の集団じゃ。あ、でもお話聞いてもいいですか？どうぞ。いや。すごい、ありがとうございます。いや、女の子だ、女の子たちだ。あ、ちょっと、ちょっと、お姉さん気持ちは女の子ベロベロになってるよ。ありがとうございます。あ、ベロ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 。あ、危ない、それだ、うまくいった。ミクルと戦いたい。ちょっと待って待って、話聞けなかった。でもダークではなさそうですからね、明らかに。どちらかだったら AKB っぽい感じだったんですか？ちょっと普通っぽい明るい感じの子です。普通っぽいですね。あ、このお姉さんたちどう？あ、このお姉さんたちもうまさに。あ、このすいません。確かに綺麗。すいませんすいませんすいません。動画映れます？動画映れる？おお。あ、じゃあちょっといいじゃないですか。お話聞いてもいいですか？7 days since she left, I'm still amazed. The way she dressed, I mean, woof, the way she smelled, made my every cell scream, rum, bum, bum, bum. Huh, who knew what Tinder date could make me feel this way? Now I'm in love and I'm ready to play. Wrote her a text like, hey, baby. アイドルグループって興味あります？今私キャパ像やってるんですけど、はい、あ、そういう子たちを集めたアイドルグループを作りたいです僕は。新しい新しいでしょ、はい、夢とかを諦めた経験があるのかなとか、なんか多分もともとキャバ嬢になりたかったわけじゃないと思うんで。はい、覚えてますか、子供の頃の、うん、最初に持った夢。花屋しか覚えてないですけど。花屋なれるでしょ、別に。普通になれるやん自分で出せる。でも堅実なんすね、結構昔から。昼食の時はもうめちゃくちゃ椅子でいじめられまくってました。勉強飯してました。こんな強さの見た目。女性の上司とかにですか？はい、どんな？いや、もう昼も食べてたら怒られるんで、おにぎり1個持って便所で食べて、はい、 S で朝から晩まで、始発から終電まで。そうなんだ。今まで挫折したこととか何かありました、経験？挫折はいっぱいあるよな。またね、もいっぱい。7 days since she left, I'm still amazed. The way she dressed, I mean, woof, the way she smelled, made my every cell scream, rum, bum, bum, bum. Huh? Who knew what Tinder date could make me feel this way? 私はもうずっともうどつかれて育ったんで、なんか家庭環境があんまり良くなくて、だからやりたいこともずっと抑えられてきてって感じ。誰かそう助けてくれる人とかいたんですか、近くで？全然親にされてるんで、仲いいです。愛情のある。愛情のあるやりすぎたみたいな。ちょっと間違った方法でっていう、はい、そうです。芸能の事務所にお母さんに入れられて、はい、そうなんで、なんかちょこちょこ出させていただいて、一つなんかみんなが知ってるような大きい番組に出たことがあるんですけど、出れたからやっぱ目が出るんじゃないかっていうのも期待して、ただそんなすぐ出る世界じゃないじゃないですかっていうのを、やっぱ自分はレッスンしてても感じるし、その時に水商売ガールズバーでちょっとバイトしだしたら、あ、こっちの方がお金稼げるし、家もでかいし、親はうるさいし、どつき回されるし、でかいしでなったって感じなんですけど、はい、じゃあ一度は芸能を志したけど、まあやっぱりお母さんの敷いたレールよりも自立しようみたいなことで今に至るみたいな。でも難しさも知ったなっていうのがあるんで、今
まあ、改めてそのスポットを当たりたいなとか人前に立ちたいなとかそういう願望はもうないですか？でもあるからキャバクラやってんのかなとも思います。あ、はい、立ちたがり合い多いですよね、うん、キャバクラ自分ができるとは思ってないけどね、うん、ちょっと惹かれますよね過去のやっぱ芸能経験があって、うんうん、コンセプト通りですありがとうございますお姉さん、お姉さんたちに聞きます、あそこの。あ、お姉さん。あ、かっこいい。アイドルとか興味あります？アイドル、あんまりあんまり。ありがとうございます。すいません。男性多いっす、感じで。男性ばっかり。男性しかいないじゃないですか、これ場所間違えてないですか？あ、お姉さんいますよ、この。なんか顔ちっちゃい。何やってるんですか？お店の？撮影大丈夫？ダメ、怒られちゃう。よし、これで一周したのかな？まだですね。まだまだ。ああいう女の子も聞いてみてもいいかもしれないですね。すごいな。あ、聞いてみますか、じゃあせっかくの歌舞伎町なんでごめんなさい、ごめんなさい、視聴者の皆さん、ダメ元で握手会ありますえ握手会え、ありがとうございますこっち俺じゃなかったすみません握手した俺かと思ったら俺じゃなかったですSheLeft, I'm still amazed. The way she dressed, I mean, woof. The way she smelled, made my every cell scream, rum, bum, bum, bum. Who knew what Tinder date could make me feel this way? Now I'm in love and I'm. アイドルとか興味ありますか？通ってる。自分がアイドルになりたいみたいな。春からなる。あなたも一緒なの？アイドルになるんですって。アイドルになるの？春からなる。え、アイドル？ユニットグループで？地下アイドル？地下アイドル。何組なんですか？ヤンデ。自分たちでやるの？なんか一人投資してくれる人がいて大丈夫ですか？怪しくない？これ投資怪しくない？怪しい話だね、なんか怪しい。なんでアイドルになりたいんですか？AKB が一番最初好きで、そこから坂道とかに移ってって、で、誘われてどうしようみたいな。不安はないですか？だってみんなこれから騙されると思う。就職とかさ、する中で騙されてると思ってる。それでもいいの？怖いですよね。お兄さん、ちょっとすみません、今ちょっと大事な話で。お兄さん、ごめんなさい。もうちょっと待ってください。ごめんなさい。この絵はすごいよ。あのお兄さんが撮影中って言ってるのめっちゃおもろいよ。逆だからね、普通。でもやっぱ、みくるさんがいるから舐めた態度でかかってくる人がいないですね、あんまり。あ、俺やっちゃいますからね、普通に。なんかもっと絡まれてもおかしくない状況なのに。確かに。ちょっと奥から個性的な感じの女性が。あの外国人ですか？日本人じゃないか。日本人じゃないです。ハーフかな。かけてます？こんばんは。今ってちょっとお話いいですか？7 days since she left, I'm still amazed. The way she dressed, I mean, woof. The way she smelled, made my every cell scream, rum, bum, bum, bum. Huh? Who knew what Tinder date could make me feel this way? Now I'm in love and I'm ready to play. なんかアイドルとか興味あります？私モデル目指してます。あ、モデル？目指してる、はい、今何やってるんですか？仕事。キャバクラで稼ぎながらモデルの仕事をやりながら、モデルとしてのお仕事とかはされてたりするんですか？全く仕事がなくて。 SNS はやってるんですか？やっぱ今インスタはでも3000人とか。これすごい。あ、すごい。いや、全然 TikTok やってないんですか？ TikTok はやってます。まあ、これ多いの1万ああ、まあまあでも多い。でも全然なんかなかなかモデルの夢にはつながらない。モデル、どういうモデルのジャンルなの？私はあの海外じゃなくて日本で成功したくて、全日本の中で、私みたいな黒人ってあんまりいないじゃないですか、今芸能界とかアイドルとか。確かに。で、その中で私みたいな人に希望とか与えたいっていうので、モデルを頑張ろうって思って。とてもいい話です。頑張ってますね。じゃあ今はもうアイドルというよりはもうモデルに向かってって感じですね。あの芸能界なんで全いろいろなんですけど、私は有名になって、私みたいな人とかクォーターなんですけど、なんか日本に住みづらい人とかやっぱしんどい思いしてる人たちに希望とか勇気を与えたくて。あ、じゃあ4カ国語喋れる？喋れません。
英語日本語しか喋れない。ワールドワイドのチャンスと思ってください。カレーさんに負けてもらって。クラブの中で僕は探しておきましょうか。例えば立ってるもん。あの女性ですか。あの人一人。こんにちは。こんにちは。初めまして。23歳、はい、なんかダークな部分ってあります？今まで生きてきて。ダークな部分、あ、なんかダンスはちょっと3歳の頃からやってて、そのスタジオがその両親が作ってるスタジオで、その両親にちょっと教えてもらってて、でまあもうそこから本当にダンサー目指して頑張ってて、で中高生もそのまんまもう先生もなんか就職した方がいいんじゃないとか言っても、なんか自分は絶対ダンサーになるからやめてみたいな言ってたんですけど、卒業してすぐに、レッスン中に足の靭帯を切っちゃって、膝前十字靭帯を切っちゃって、まあ手術して半年とか1年ぐらいはやっぱりそのダンスができない期間あったりとか、決まってた仕事もあったから、なんかそのジェネレーションとかのツアーのバックダンサーとか、半年のこの期間に彼氏に浮気されたりとか、まあ、うつ病になっちゃう、なんか自分とかやりたいことがやれなくなったっていうのでうつ病になったりして、やっぱ1年ぐらいは病院通ってってやったので、もう思い出したら泣きちゃいそうなんですけど。ちょっと夢半ば諦めたみたいな。半ば諦めて、今も動画とか見るたびにやっぱ前よりはやばい泣いちゃう。なんか全然その自分の踊りに納得がいかないことが結構あって、なんかまあでも表に立ちたいっていう気持ちはあるので、さっきアイドルがおっしゃったようにその表に立てる手段の一つとして、まあアイドルっていう形もありかな。すごいじゃないですか。で、すいません、友達来ちゃいました。あ、友達、すいません。いやー、どうしたの。あ、ガチで仕込みじゃなかったんだ。友達来ちゃいました。やっぱこういう人がたくさんいるんですね。いいですね、なんかすごいいい話じゃないですか。で、やっぱ表に出たい気持ちはまだあるから。てか実力だけじゃなくて、やっぱ怪我とか環境とかもあって諦めざるを得ない人もいると思うんで、そういう女性を集めたアイドルグループを結成しますね、僕は。後ほど連絡先教えてもらって。あ、いいですか。すごい、ありがとうございます。すいません、お友達を待たせてしまって。まあちょっとオーディションやりたいと思うんで、この全国各地で夢破れてまだ諦めきれない女性の方々、ぜひ応募してください。ダークアイドルオーディション緊急募集。荒くれどものセカンドチャンスを応援してきたブレイキングダウン、朝倉未来、次なるプロジェクトは夢を叶えられなかった女性たちの第二の人生をアイドルとして輝かせるダークアイドル。年齢不問、経験不問、人生を輝かせたい全ての女性たちのセカンドチャンスを応援します。